こない。見ろ、泣いてる子がいる。声をかけてみようぜ。超英師匠が火山小石を取ってくるって言って、守衛のおじちゃんたちにも話したけど、ひとまずできる限りの準備をして、それが済んだら師匠を助けに行くって言われた。助けてくれるの。ここに超英師匠がしばらくいたんじゃないかって。もしかし、お姉ちゃんお願い、超地図を見るとこのパッチ行って、あそこを見ろ。あの人がオイラたちを探してる超英師匠じゃないか。もしや噂の旅人が。どっから出てきた。強すぎる。野郎ども、つらかるぞ。うわ、あいつらそそくさと逃げてったぞ。ありがとう。まさか。おっと、ごめん、自己紹介がまだだった。私は長円。あの子に、まさか影縫いの針の近くで。だから私はパニックに。小石をもほとんど置いてラゾーリ。それ、ああ、ああ、でも彼女はもう娘のためだよ。ニエガちゃんの病状でも幸いなことに。それからあの子の体調は徐々に回復していってね。ニエガちゃんはよくあのし、あと何日かしたらニエガちゃんのた、そっか、ありがとう。さて、そうだ、小石を取られずに済む。大事な小石を守ってくれたんだし。ああ、もちろん。おいだそれが何なの。お、二人とも随分早いね。そうだな、状況はよくそろそろ行こっか。意味し、さあ、着いたよ。ラゾーリー、開けて。ラゾ、おかしい、鍵もかかってる。ニエガちゃん、いる？でも変だね、ラゾーリと約束したはずなのに。あれ、あそこにあるのってなんだ？うん、彼女がまだコメを作って。でもニエガちゃんが、あ、ちょっと待って、なんか周りがすごく散らかってない？見ろ、箱がたくさん壊れてる。痕跡はこの崖までか。もしかしてペペトロ竜は山の上まで登ったのかな。オイラたちも登ってみるか。育てたやつかは分かんないけど。おーい、旅人、パイモン。あれ、チョウエンが何か言ってるぞ。ラゾーリが帰ってきたよ。えぇ、
オイラたちが登ってすぐ帰ってきたのかよ。あれ、あのテペトロ竜がついてきてるぞ。うわあ、いきなり突っ込んで。おいでヤング。またやんちゃしてたの。ふぅ、いい子ね。さ、遊んでおいで。二人ともごめんなさいね。家で待っ、お客さんにプレゼント。でもあの子ったら花を摘みながら。病気がよく、ええ、まだ体がよく、大した症状じゃない。ただ申し訳ない。いやいや、あい、だからお見舞いに来ようと思っただけ。少なくとも今のあの子は私、それだけでもうち。こらこら、なんで暗く。ニエガちゃんの気持ちはしっかり。やったぜ。一旦私が作った燃焼名国よ。最高純度の鉱石を使ってるから。で、それに製造技法もすべてそうじゃないわ。結晶体を作り始めた当初は長円がそれを特別なアクセサリーにしたらどう。コメの職人が手掛ける。どう、思わず買いたくなってこない。あれこれ歌い文句が増えてくか口伝えの言葉は常に。でもこの燃焼、大切な友達、恋人、一つ買おうぜ。そうすればオイラたちの名前はずっと。遠慮しないで。私、超円、さっきも。ラゾーリも遠慮しないで。ありがとう、超円。それに旅人さん、その頃にはニエガも良くなってるだろうから会いに。おい、そういうのは値段を聞いてから。って、ちょっと待った。そうかもしれないね。うわあ、ダメダメ、旅人、こいつの罠にかかっちゃダメだぞそれじゃ、あれ、あいつまた出てきてる。ラゾーリ、私の燃焼名、この間自分でも修理して。ええ、任せてちょうだい。ありがとう、長円。いいって、ラゾーリ。ヤング、いい旅人さん、燃焼ニエガの誕生日にも。おいしいものがいっぱい出てきそうだな。お腹、それじゃあまたな、ラゾーリ。またね。ニエガもきっと喜ぶわ。ラゾーリがプレゼントしてくれるって言ってた燃焼名国はできたかな。もうすぐニエガの誕生日だし、あっちで手土産を買ってあいつらに会いに行こうぜ。シロネ、ちょうどよかった。あのさ、左の棚の上から2段目一番右の斧があんたの。クワはイクナルので、金槌はパカルのだから自分のやつだけ持ってって。まだ何も言ってないのに。もしかして今から休憩？今日はいい感じの気温だからここで休憩。マジで言ってる？今日はいつもよりだいぶ暑いと思うけど。それが狙い。暑いとお客さんが注文や受け取りに来るとき、いつもより早く済ましてくれるわけ。あっそ。あら、次のお客さんが来たわね。じゃあお疲れ。はいはい。シロネ、こんにちは。旅人、バイモン、また会ったね。元気そうで何より。最初の飛び降りの調子はどう？トラブルとか大丈夫？ならよかった。うちも青少の旅寄りなんて初めてだったし、あんたはナタ人じゃないから、不確定要素が多すぎてさ、正直、問題が起きないとは言い切れないんだよね。え？それって、問題が起きる確率はどれくらいなんだ？ムアラニがスピリットウェイを通るときにうっかり落ちる確率より低いかな。うーん、
それじゃあどう考えてもゼロだな。シロネ、斧ありがとう。持ってくわね。そういえばもうすぐニエガの誕生日だけど。もうプレゼントも準備してあるよ。近いうちに行くつもり。はあ、まさかとは思うけど、ペンチのフルセットとか工具セットとかじゃないでしょうね。うちが手間暇かけて自作してる。欲しいなら作ってあげようか。やったぜ。オイラたちはよく野外でキャンプするから。しろ、でも今年のプレゼントは道具じゃないよ。ニエガから手紙が届いて、勇敢な手杭が欲しいってリクエストが来たから。なかなか探すのが大変な本でさ、何冊かうちのコレクションにあって助かったよ。ニエガくらいの年の子って童話が好きだからね。あれ、何を持って行ったんだっけ。あの子が一番好きな。暑すぎて熱中症になっちゃった。自分の名前はわかる。そこまで忘れないって。ただここ何日か、はあ、なんかいろいろ忘れちゃうのよね。あんたの燃焼名国に大事なことを刻んでメモ代わりにしちゃえば。持ち運びにも便利だし、劣化しにくいからちょうどいいと思う。うん、それは確かにそうなんだけど、私の。違う違う、燃焼名国にいくつか願いを刻んでるのよ。願いっていうか、まあ要するに将来に対する期待とか。ラゾーリは美しさを考慮すると、名国に刻む文字はなるべく短くした方がいいって。燃焼名国って古名を作ってた内裏氏が作ったものでしょ。だからちょっとくらいは神秘的な力があるんじゃないか。それで名国を手に入れた人たちは、いつか夢や願いが叶うようにと願いを込めて。よくある、願いを叶えてくれる石みたいだな。でもそんな風に願いとか思いを刻んじゃったら、ここ心配ないわ。普通はラゾーリにお願いして刻んでもらうんだけど、その方法で刻んだ文字は特定の角度で光を当てないと見えないようになってるの。だからわざわざ文字を見ようとしない限り、名国もただの綺麗な石ってわけ。それは言えてる。燃焼名国は結局ただの石だしね。この石に向かって願いをしたって、谷に向かって叫ぶのと同じで、まあ願いの微暴力として使うのはありかもね。ただ途中で願いを変えたいってなったら大変だよ。捨てるにしても結構高いもんだしね。それにしても変だな、おばちゃんの技術にしちゃ生産が追いついてなさすぎ。言われてみれば確かに長遠のやり口ね。ラゾーリとニエガももっといい生活ができるようになるからね。あの頃は本当に心配だったから、定期的に。あれ、何だったっけ。ほらほら、これ以上日差しに当たると冥国でもどうにもできないくらい色々忘れちゃいそうじゃん。うん、ラゾーリとニエガによろしく。一体どうしちゃったのかしら。エリンレに薬をもらおうかな。シロネンもニエガの誕生日会に行くのか。いいよ。でもあんたたちがラゾーリおばちゃんと知り合いだったなんてね。最近集落でもめったに見かけないのに。どっ、ふーん、火山小石を原材料に使うなんて。なら本人に聞きに行こう。ちょっと待てよ、誕生日プレゼントってサプライズの方が良くないか。本人に聞いちゃったらサプライズにならないじゃないか。でも本人に聞かないでどうやって好みを調べるのさ。ああ、それか、手紙に物語の本が好きだって書いてあったから。それじゃあ適当すぎないか。ニエガに何が一番欲しいかとか聞いたことないのか。聞いたことないな。数年前病気が再発しちゃった頃って、部屋で安静にするだけで最近になってやっとちょっと回復して手紙まで書けるようになったんだ。とにかくそんなに悩む必要ないって。何もいいのが思いつかなかったらうち。おお、サプライズにならなくなるのは残念だけど、それなら欲しいものをプレゼントできるよな。そういえばニエガが欲しがってた本って
勇敢な手食いって本なんだけどさ、物語の大筋はどっちも一緒で、二人の兄弟が魔王に立ち向かう話。魔王を倒した後、兄の手食いは弟のリマークに魔王の魂が取り、最初のバージョンのエンディングじゃ、兄は魔王を滅ぼすために弟を切り倒し、作中で死母コアトリクエに体を乗っ取られたリマークが言ったセリフが、その血を焼き尽くしたくはない、しかし君の心を見た、この名を刻みつけてくれ兄さん、僕を覚えている限り。もう一つのバージョンは最近出たばかりなの。誰かからの助言を受けて急にまたこの童話を売り出そうとしたのか。そのバージョンじゃ兄と弟が協力して魔王を殺し、二人とも生き残るんだよね。でも受けがあまり良くなくて、発売一ヶ月後も売れなかったんで、どの店も在庫処分のためにセールだのおまけだのいろいろやってさ、結果未だに新しいバージョンしか市場に出回ってなくて。でもだからって評判の悪い新バージョンをプレゼントするわけにもいかないっしょ。でその中から一冊比較的状態のいいやつを選んで、これ余った方よかったらあげるよ。ページがボロボロだから読むときは気をつけな。あと、こっちの新しいバージョンもあげる。この間食アテレ水を買ったらおまけでもらっちゃって。そこまでしないと売れない本って。そろそろ行こう。ラゾーリおばちゃんの家は集落から遠いから時間。イエング、いい子だから巣に戻りなさい。ラゾーリ、オイラたちが来たぞ。もう急にどうしたの？シロネも。お久しぶりラゾーリおばちゃん。ニエガから手紙受け取ったよ。勇敢な手食いが欲しいって書いてあったから持ってきた。でもこの本っていろんな想定が出てるじゃん。どんなのが好きなのかわからなくて、かがり木の民の伝達師に聞いてみたら、こういう柔らかいカバーのが流行ってるんだって。シロネは相変わらずね。さあ中に入って。ちょうどショコアトゥル水を作っていたところなの。シロネンは小さい頃ショコアトゥル水が大好物でね。シロネンがこれくらいの頃、やっとニエガが生まれて。おばちゃん早く家に入ろう。旅人、一緒におばちゃんを支えてて。おいらも手伝うぞ。イエング、いい子にしてろよ。早く中に入ろう。おばちゃん、ごめんなさいね。何日か前にニエガの症状がまた重くなって、急に日に当たったら頭がクラッとしたわ。ピッ、食はトゥル水を持ってくるから、みんなは座ってて。すっ、もう持ってきてあるよ。はい、おばちゃんの分。こっちはあんたたちの。食はトゥル水って食はトゥルの種で作るのか。大丈夫大丈夫。おばちゃんはショコアトゥル水を作るときいつも。前に来たときはあんなに小さかったのに、今のあなたはもう小玉の子を。おばちゃん家で飲んだドリンクと読んだ本のおかげだよ。ラゾーリとシロネンが同じ部族の人だってことは聞いてたけど。子供の頃、父さんと母さんはラゾーリおばちゃんの米作りの技術が素晴らしいとか、お手本にするべきとか。その家でゴロゴロしてると、いつもおばちゃんの工房に連れて行かれて。ご両親には先に帰ってもらって、食はトゥル水を作って部屋で遊んでもらっていたわね。そうそう。でカンカンって仕事の音を聞きながらドリンクを飲んでたんだ。でもおばちゃんが工房を広げるために集落を出てってからは、うちも遊びに行かなくなった。へえ。でもさっきキッチンに
にドリンクを取りに行ってくれただろ。昔おばちゃんが住んでた家とここは間取りが完全に一緒だから。例えば、うん、ねえ、あそこがニエガの部屋でしょ。そうそうあの頃はあの子の寝室にこもって。でも今はもう大きくなったから、いつ来たくてもニエガのベッドじゃ横になれないわね。ニエガもそう思っているわ。少し元気が出てくるとすぐに。だからこうしてきたんだって。お詫びにプレゼントまで持ってきたし。あら、あの子がねだったの。悪いわね。家にいても遠慮がちで、おやつだって聞いてから食べるのに。はあ、厳しく育てすぎたのかしら。そうなの？だったら余計頼りないお姉ちゃんで申し訳ないや。病気が悪化した時は何の役にも立てなかったし。自分を責めないで。あなたには部族の内理士としての重い責務があるんだもの。特に私が仕事を放り出してから。おばちゃんにはニエガのお母さんとしてやるべきことがあったってことは部族のみんなも分かってるって。それでも責任を放棄したのは変わらないわ。それに今もまだ再びハンマーを握る勇気がないの。全部あなたに押し付けてごめんね。空気が重いぞ。心配しないでよおばちゃん、うち一人で大丈夫だからさ。でもニエガが完全に元気になったら戻ってきて。戻ってきたらバリバリ働いてもらうから覚悟しててよ本当にそうなったらいくらでもショコアトゥルスイを飲んでもらっても構わないわ前まではこの話題に触れるのも怖かった。でも今はニエガがだんだん元のように元気になってきてくれているから、実はあの子の病気はアビスのせいなの。その日の夜は集落で次の米作りに関する相談をしていた。すると急に外から警告の角笛の音がして、無数のアビスの魔物が集落に奇襲をかけてきたの。魔物を撃退した後、部族の守衛と一緒に家に帰って、どれほど探したんでしょうね。 2,3 日かしら。結局そう高くはない崖の下であの子を見つけ、あの子は手に枯れたエンバーコアフラワーを握ってた。そして傷口にはアビスに侵食された痕跡が残っていたわ。私のせいなのよ。ああなる前に、当時は仕事で忙しくて、私エンバーコアフラワーを見つけてくれたらそれを原材料に米を作ってあげるって、ニエガをこの腕に抱えてどんなに名前を呼んでも目を開けてくれなかったわ。私が米を作るために工房を郊外に移したからうわぁ、そんなに思い悩むなよ。手紙も書けるようになって、それでオイラたち、ごめんなさいね。せっかく来てくれたお客さんを、食材を頼んであるから夕飯はうちで食べていって。チュペデカマロネスと魚のミントソースグリル。そんなにたくさん一人で作るのは大変じゃないのか？ありがとう。あなたたちは食べるのをメインにお願い。イヒヒ、オイラたちちょうどお腹空いてたんだ。そういえばシロネンはパステルデハイバが好物だったわね。魚の、どっちでも今は魚を骨ごと噛み砕いて飲み込めるから。もうそんなことしなくても魚の骨くらい取ってあげるわよ。それと食後のデザートはグレインカップがいい？グレインカップ、チョコとグレインの実分かったわ。注文した食材がもうすぐ届くはずだから。シロね、起きなさい。食欲がなくなるからご飯の前に寝ちゃダメよ。もう子供じゃないんだけど。食欲もバッチリだってば。子供じゃなくてもダメなものはダメ。若いうちに体には気をつけておかないと、年を取ってから。わかったわかった、言って。オイラたちも行こうぜ。すぐそこだし。そんな、あの子、誰もいないぞ。
外に出ればすぐに誰かがユムカリオに乗って空かがり木の民の伝達師は空から降りてきたりしないよ。普通崖から降りてくる。見なくていいよ、いないから。クソったりが、おい、お前ら、すまんが、ラゾーリの家がどこにあるか知らないか。食材を届けに来たのか。食材？危うく俺が食材になるところだった。マモルたちが追ってきてる。話は後だ。お前らも手伝ってくれ。シロネ、オイラたち。うわあ、もう魔物と戦ってるぞ。オイラたちも早く行こう。ドリュ、くれ。せ、せ、は、切った。三尺の修正。見切りました。ここより弱滅の時。よし、これで全部楽勝楽勝。荷物もほぼ無傷じゃん。おかしいな、オイラたちが来た時はこんなにたくさんの魔物いなかったぞ。うんだって。俺は昔からよくこの道を配達で使うが、それにここは集落に出入りするための主要な道だから。ただ最近理由はわからないが、ここいらの魔物が狂い出して、はあ、ラゾーリのやつどうせ米作りももうやってないんだから。そうすればニエガだって一緒に遊ぶ友達ができる。あ、ニエガの友達。あれ、うちの子ニエガに会ったことあったよな。確かニエガの好きな遊びも知ってるって言ってたよ。おかしいな、急に思い出せなくなった。持ってるぞ。ショックのあまり記憶が混乱してるみたいだね。早く集落に戻りなよ。こっちはうちが持つから残りはお願い。ありがとね。じゃあ、あとはよろしく頼んだ。今日は出かけるんじゃなかったぜ。なんかおかしいよな。なんていうか裏があるような。長く生きてれば変な日もあるって。とにかく食材を運ぼう。じゃな、やっと帰ってきたのね。遅かったからちょっと心配してたのよ。ちょっとしたトラブルがあったけどもう解決。そう、解決したのならよかったわ。簡単なものばかりだけどね。さあ、遠慮しないでどんどん食べて。なんで届かないんだ。おかわり。もう食べたのか。そりゃそうよ、魚は骨ごと噛み砕くってさっき言ったじゃん。もう一匹だけちょうだい。あとはニエガに取っとく。いいのよ、ニエガはこういうものは食べられないから。全部あの子の体じゃスープしか飲めなくて。そんな、でもニエガはもうだいぶ良くなってきてる。アビスの影響は不可逆でね。あの子の状況だと現状を維持するのが限界だ。でも大丈夫よ、今は話もできるし、たとえあの子が二度と私のことを分からなく。お医者さんはアビスがあの子の魂に不可逆の影響を与えたって言ってたわ。あの子は単純に忘れたのじゃない、過去に起きたことを二度と思い出せなくなったのよ。え、過去に起きたことを。名園の主が記録に使っている織物、ウォーベンのことは知ってるかしら。忘れるというのはウォーベンが色あせることに似ているの。塗り直せば色あせた記憶は再び蘇る。でもニエガはウォーベンの一部を切り落として
灰になるまで焼き尽くしてしまったような好きだった本や花、この家で過ごした日々のことは全てアビスによって切り落とされた。わかりやすい症状で言えば、今のあの子にとって私はお母さんを自称する、知らいい子だから一生懸命看病してくれているおばさんを悲しませたくなくて、本当はずっと本当のお母さんはどこにいるのか、どうして自分がここにいるのか、本当のお母さんはこうしてすぐ目の前に。だから自分の手でウォーベンを折り直してあげることにしたの？え？知らね。それともずっと前からウォーベンの修復は始まってたのかな？宅配の兄ちゃんのやつだよ。腰についてたからちょっと貸してもらった。全部の答えが分かったらちゃんと返すから大丈夫だってば。安いものじゃないしね。いつから気づいてたの？燃焼冥黒が部族で流行り出した時期から目をつけてた。その時から冥黒を身につけてる人の記憶が多かれ少なかれ混乱してるってことにも気づいてた。旅人たちもちょっとは違和感あったでしょ？コメの製造技法で作ったアクセサリー、ただのアクセサリーにしちゃ中の年素冥黒があまりにも複雑すぎる。それに冥黒の形も流れもコメのと一緒だし、いくつかメインの流れとかつなぎ方をちょこっといじるだけで燃焼冥黒はほとんどコメって言えるものになる。燃焼冥黒の中にはいつでも起動できる年素冥黒が仕込まれてる。それを誰にも話してなかった。やっぱりあなたには隠し通せないわ。ええ、ニエガの過去の記憶を取り戻す方法はあるわ。あの子のために過去の記憶を入れるためのコメを作ってあげるの。どうして大霊に認めてもらわないといけないか知ってる？コメが扱う記憶は全部地脈に保管されてるからなんだよ。で、地脈から記憶を抽出するためには大霊の協力が必要。でもおばちゃんは地脈から記憶を抽出するつもりはないんだよね。そうじゃなくて燃焼冥黒を使ってニエガのための巨大記憶データベースを作るつもりなんだ。コメを作るのは記憶データベースから記憶を抽出するのにコメが必要だから。記憶のデータベースを作る？ちょっと待ってくれ。ってことは急にみんないろいろ忘れちゃったのは、他の人の記憶を使ってニエガの過去を保管する、なかなか斬新なやり方だ。もう私の考えなんてお見通しね。シロネンは昔から本当に優秀だわ。私なんかよりずっと。そうよ、こうやってニエガに関する記憶の整合性をとってあの子の過去を取り戻してあげるつもりなの。でも燃焼冥黒に記憶を吸われた人たちはどうなるんだ？安心して、部族の人たちに危害を加えないように燃焼冥黒による記憶の抽出はちゃんと細かく制御しているわ。これは燃焼冥黒を制御するための中枢冥黒よ。そしてこの中枢冥黒こそが、これ全部ラゾーリが一人で作ったのか？そうね、たくさん頑張ったわ。おかげでとても疲れちゃった。年を取りすぎたのかしらね。あなたたちも見たでしょ、日の光にちょっと当たっただけで倒れそうになっちゃうのよ。もしかしたら明日、いや今すぐ倒れてしまうかもしれない。でもニエガの米はまだ完成していない。記憶をしまうところまではできたけど、まだあの子とこの中枢冥黒をリンクさせる方法がわからないの。おばちゃんの米を改造するのかと思った。それも考えたわ。でも私の米とあの子のことは関係ない。助けにならないし今は必要ないわ。わかってると思うけど、こんなものを作るにはかなりの代償が必要だよ。わかっているわ。でも私のニエガが帰ってきてくれるのなら全てを差し出しても構わない。
今やらなきゃいけないの。そうじゃないと、私がいなくなったらあの子はもう二度と自分の過去を取り戻すチャンスに巡り会えない。そうなったらあの子は私のことも、どうして自分の名前がニエガなのかさえ忘れたまま、自分がどこから来たのか、どこに行けばいいのかもわからないまま、あの子は私が名前をつけた私の娘。はシロネ、中枢冥国は持ってくよ。バラバラにして構造と具体的な用途を確かめる。それが分かるまで何も言えない。ニエガにお休みって言っといて。あのちょっと待って、旅人さんとパイモンちゃんに作った冥国が完成してるから。待たせてしまってごめんなさいね。それはおばちゃんがしまっといて。旅人とパイモンはニエガに会ったことないから記憶は抽出できないよ。そんなつもりは。これはただのお礼よ。お、何の音だ。ニエガが起きたのよ。あの子ったらまた一人でベッドを降りようとしているんだわ。ニエガ、一人でベッドから降りないで。欲しい。おばちゃんはニエガの面倒を見てて。行こう旅人パイモン。いるもの取ってくるから外で待ってて。中は散らかってるから案内はやめとく。誤解誤解。汚い本とか書類とか、名園の主からもらってきた点、びっしり天井まで積まれてるから足の踏み場がないって。一回資料を調べるのに夢中で鍵をかけ忘れちゃったことがあってさ、カチーナが入ってきて大変な目にあったら、工房に入ったら速攻巨大な名園の主のウォーベンに驚いて、振り返ったら今度は炭造図の本の山を、崩れてくる本を避けようとしたら今度は後ろの図面ケースにつまずいて転んだところに分厚い炭造図の本がすっごい。なんとか。でも意識がぼんやりしてたみたいで、児玉の子の部族史に埋もれ、あれからカチーナはうちに来る。シロネは職人だもんな。オイラも工房の中は武器とか鎧とかでいっぱいなんだ。でもそれなら工房っていうより、ま、うちの本職は米作りだしね。米を作るのってめっちゃ大変だよ。あんたたちも知ってると思うけど、米はな、もっと簡単に言うと、米の本質はある種の精神の具現化。米の内理師として新しい米を作るとき、作業としての米が表す精神を明らかにする方が大事。でもって、精神を明らかにするには、でも人って自画自賛するとき、明らかに持ってたりアレンジが入ってたりしそうな物語があったら、それができてやっと物語の真実の物語からしか、それを見つけてようやくうちらはその米の原理は聞いた。いくらすごい米でも武器に変身したり拳で山をぶち抜く力を授けたりは無理だかんね。あくまで代々引き継がれる精神の力だから、生まれた時から誰かが二人に祝福、その人は祝福を名前に集約して二人に与え、二人が名前を授かったのは過去の出来事かもしれないけど、名前は過去に立つ人々が未来に送る祝福。名前っていう祝福が一緒にいてくれることで人はより安心し、おお、わかるぞ。暗い夜道を行くときって一人でも誰かと一緒ならそんなに怖くないし、疲れはするけど一人こいつのそばにはいつもオイラがいるから、そんな心配な。ふふ、ほんとお前ってついてるよな。オイラは飛んでるから疲れやすいんだ。っていうか、とにかくそれが内理師になる訓練を、正直うちは2割くらいしか理解できてないけどね。それほとんど分かってないじゃないか。いや、少なくとも一番大事なところについてはおばちゃんと。ちょっと話しすぎちゃったよ。残りは、何か崩れてないか。
丈夫。ずっと前のクメの木、この粘足サビのセットが奥に埋まりすぎて楽に取り出せなく、さて中枢冥国を分解しに行く。着いた、ここだよ。高い崖だな。どうやって分解するんだ、あの山のてっぺんから。この崖の面に粘素を刻印して、中さてさて、ちゃんと起動できるかな。前回使った時、コメの内部の粘素冥国を作る時は先に崖や空きで粘素がちゃんと冥国の脈動を通れるな。中枢冥国に損傷を与えずに分解するにはこいつを使わないと。え、それじゃあこの冥国を壊す。まあそんなとこ、普通の未完成のコメの殻なら直接こじ開けて、この中枢冥国は、まあか、この中枢冥国ってシロネンが理解してる2割に入ってるのか、それとも分かってない。大丈夫だって。一番大事なとこについてはおばちゃんと同意見。うちもおばちゃんも名前自体に価値、名前があってこそ物事を分類して数えることができる。例えば鉱石を注文するとき、うちは純度35くらい、不純物の含有量。でも名前がなくなったらどうなると思う？これとこれをください、いややっぱりこっち、いやそれじゃなくてあっちの、みたいな感じになっちゃうでしょ。名前は職人の仕事の標準化プロセスにおいて一番、実際米の製造は名前がどうして重要なのかとか、そっちの問題は米を作るのは簡単じゃないからね。どうせ今集落にいないし行っちゃおっか。もうちょっとわかりやすく言うとね、人に名前を与えるのはその人に対、でもあだ名は客観的でないと。正確なあだ名をつけるには米、てかあだ名が十分だから、うちはできるだけ使えそうな資料を集めて、せもしそれが少しでもずれててみんながあだ名を誤解してしまうようなことがあったら、それはうち、白根にあだ名をつけようなんて思ってないぞ。それにもともと気になるな、バイモン。もちろんあだ名をつけるものだ。あだ名、あだ名、シロネンは粘素を使って武器を作る。いいねいいね、言えてみようじゃ。パイッチももうちょっとうちの仕事を観察してれば、これから粘素いじりしてくるから、まあ見ててよ。じゃあ行くよ。角度を2度調整終了。誤差は許容範囲内。念のため刻印パスを延長。スペースを少し残さないとか、じゃないとリンクを有効化した時に重複して刻印されちゃうな。リンク完了っと。シロネン、お前崖を平地みたいに駆け回ってすごかった。こだまの子は関係ないよ、あれはこの粘素を入れた靴と粘着。でもさっきので入ってた粘素をほとんど使い切っちゃった。次からは予備の粘素缶も持ってくるか。まあね、使えそうなやつは全部、今度時間があったら装備を紹介してあげる。今どれどれ、アンカーの一番から、うわぁ崖にラゾーリの作った中枢冥国が浮いてる。粘素冥国に異常はなかったよ。細かい調整もすべてコメの製造技法によって。それじゃあオイラたち、ラゾーリとニエガ。まあね、あんでも
いい知らせと悪い知らせがある。あ、いい知らせを聞き終わったら聞かなくても事実は変わらないけどね。それと記憶の抽出についてどう思う？やっぱあんたもそう思う？それなら話が早い。まず記憶の抽出には制御できない要素が多すぎる。技術、おばちゃんの体は耐えられないだろうけど、協力者がいれば冥国を。協力者って。ここからいい知らせね。燃焼冥国は確かに犯罪にはうってつけの道具だけど、今んとこ協力者はいないっぽいし、つまり客観的に見て燃焼冥国を使った犯罪が。んで、悪い知らせは、燃焼冥国には感化、前も言ったけど、古名は大霊の力を借りる装置なんだ。大霊は中継機みたいなもんで、古名の所持者が地脈に含む。大霊の力を借りないで、他の道具も使わずに地脈から特定の、大河の本流から特定のサイズの砂粒を拾おうと。そういうこと。そんなことになれば、人は魂が抜けちゃったみたいになるか。さて、おばちゃんが集めた記憶が地脈だと。おばちゃんが何の道具も持たせずに、ニエガを記憶の大河に放り込むはず。とはいえ、すべての記憶を失ったニエガは、たとえニエガの過去をフィルタリングできるのは、だからうちは、おばちゃんが本当にしたかったことは、ニエガの大霊になって、理想的な状況なら別に何の問題もない。毎回正しい。おばちゃんはニエガのことなら何でも覚えてると思うから、ただ、おばちゃんは大霊じゃない。あの体じゃ、もう長くは持たない。でも、そんなのどうやって解決すればいいんだよ。名前は、過去に立つ人々が未来に送る祝。うちも決めた。おばちゃんに会いに行こう。シロネン、もうどうす。うん、これはうちの研究をまとめたものだよ。中枢冥国、燃焼冥国の改造、うちも協力してあげる。でも、それと、冥国が汲み取れる記憶はニエガの過去に限定すること。もし範囲を超える記憶の抽出が分かったら、犯罪行為として見るよ。その時点で燃焼冥国に関することは。あと、データベースの作成が終わったら、すぐに燃焼冥国の抽出機能を停止し、出力機能のみにして。ええ、約束するわ。ありがとう、シロネ。おばちゃんも知ってるっしょ。うちってこういうのに弱いたちだって。助けが必要なら言ってくれればよ。古名を作る技術を無断で他のものに流用するのはあまり褒められたことじゃないで。まあ確かにそうだね。でもさ、助けを必要とする子供や失う。全て終わったら一緒にパカルのところに行って全部話。ええ、ニエガのためならどんな罰でも受けるつもり。さーて、まずはテーブルを片付けよっか。とりあえずプランを立てないとだね。どうやってニエガに燃焼冥国をコントロールさせて記憶を中。そういえばおばちゃん、あの本はニエガにもう渡した？いえ、まだよ。せっかくニエガのために用意してくれたプレゼントだもの、綺麗な箱に入れておいたわ。誕生日当日のサプライズにしようと。え、ただの古い本だし、そこまでし。また起きたのか。今回は随分と大きな音だな。うえ、だとしたら大変だぞ。ニエが大丈夫？シロネン、お姉ちゃん。おお、お前がニエがなんだな。ニエが何度も言ったでしょ、ちゃんと休んでなさいって。おはよう、ニエが。おはよう、シロネン、お姉ちゃん。何回も？でもさっき本は、はきっとまた思い違いだわ。この子が読んだのはシロネンが送ったものじゃ。数日前、どうしてもその本が欲しいって言われてね。本には詳しくないけど、ダメで、やっと一冊見つけたからそれを買ってこの子の部屋に置いといたの。けどその後ニエガが急に高熱を出して、私も看病に追われてね。おばちゃん、その本ってどっちのやつ？どっち？確か本を売ってくれた店主はハッピー。はあ、私のせいで
モラを無駄遣いさせてしまった。いいって、たかが本だし。ニエガが喜んで。ニエガはまだオイラたちの。パイモンお姉ちゃんに。たっ。オイラたちのことを知ってくれてたのか。今日はなんだか体調良さそうじゃん。ずっと引きこもってたみたいだしさ、うちらがニエガを。散歩ね。でもニエガの体じゃ大丈夫だって。おばちゃん、うちと旅人がいるか。もちろんそう遠くまで行かないよ。万が一何かあったらす。それにもうすぐこの子の誕生日っしょ。どうかな。お母さん、私この間も言ってたでしょ、もっと。仕方、ちょうど修理の終わった燃焼冥黒を集落へ届けに行くから。あ、ちょっと待っててくれる？ニエガの水筒とタオル。すごい荷物だな。転ばぬ先の杖よ。さて行きましょう。ニエガちゃんと行く。荷物はうちが持つよ。ニエガも遠慮しなくていいから、何かあったらすぐ行ってよ、子供。ひ、そうだぞ。せっかくのお出かけなんだ。思いっきり跳ね。うん、みんなありがとう。お母さんも安心して。ちゃんといい子にしてるから。ラゾーリ、集落に来るなんてどうしたの？順調に良くなってるみたいだね。お散歩ができるようになったんなら、もう少ししたらチャニルたちと。そうなるといいわね。今日はこれを持ってきたの。はい。わざわざ届けに来てくれたの？ありがとう。あ、そうだ、この間いい鉱石を見つけたから。トシコ、キラキラする指輪を見るたび喜んでたよね。きっと喜ぶわ。ありがとう。気にしないで、ちょっと待ってて。アクセサリー作りはうちに任せて。ニエがどんなデザイン。エンバーコーフラワーがいいと思うわ。この子エンバーコーフラワーの形の小名が欲しいって前からずっと言ってたから。オッケー、じゃあ来年の誕生日。あ、ごめんニエが、これじゃあ。うん、大丈夫だよ。知らね。あったあった、お待たせ。さ、受け取って。そうだニエガちゃん、今度また鉱石のことを知りたくなったら。この前いきなり火山小石が欲しいって手紙をくれたでしょ。あ、迷惑をかけてごめんなさいね。体調が良くなってからあれこれ興味を持つようになったのよ。体が弱いせいで自由に外を歩けないでしょ。だから部族のみんなに手紙を送っていろんな。何せ小玉の子の子供だ。なんだかいい感じだな。新しい方の勇敢なテクイの主人公みたいに。もうすぐ家族の物語だと。オイラたちは今テクイは山と炎の女神にこの心と血を引き換えに弟の名を伝承すると。女神はあなたの祈りは届いたわけれど、あなたの弟はもう。そしたらテクイはこう言った。我の血を炎に変え、我が心で奥底まで照らそう。ニエガって記憶力がいいんだな。オイラも覚えてるぞ。本人は確か、オイラは2冊一気に読んだから。似たような物語と文章の。でもやっぱり古いバージョンの方がオイラ好きだな。そういえばニエガはもう一つの結末を知らないよな。うん、もう一つの結末も。え、でもお前って片方しか読んでな。あら、楽しそうに何の話をしてるの。お母さん、旅人のお姉ちゃんと悪者が倒されてみんな無事にお家に帰ってハッピーエンドになるっていう。素敵なお話ね。でもそんなに早く読まれちゃうと今夜寝る前。また今度童話の本を買ってあげるから、今日の夜は我慢してちょうだいね。わかった、お母さん。なかなか上物だよ。来年のニエガの誕生日には。でも今は今度やる誕生日会の方を優先しないとね。次はアポパロンのところね。すぐそこよ。おいでニエガ、あんまり離れないようにね。うん、
お母さん。今日はやけに蝶を見るな。どうなってんだ。それは幸運の兆しよ、アポパロン。これはラゾーリ、今日は何を買うんだ。おー、いきなり割引してもらえる。内理士として部族のために尽力してくれたからな、割引くらい当然さ。いつもありがとう。はい、あなたの年少名国よ。なお、おじさんにお礼を言ってちょうだい。ニエ、おじさんありがとう。ひょっとしてニエガちゃんか。ラゾーリから写真を見せ元気そうでよかった。よし、店にあるものを何でも一つ選んでくれ。ありがとう。でも大丈夫だよ、もうたくさん。あれは君の家に送ったものさ。君自身にはまだプレゼントしたことないだろ。あ、もしかして。おばちゃん、せっかくだし選んであげたら。アポパロンが作るドリルと小型ピンセットってどれも質がいいし、サイズも正確。給養の時はうちもここで買ってんだ。そうだ、子供用のハサミはまだ残ってる？いくつかし。ああ、まだ少しあるぞ。裏に置いてあるから欲しいなら持ってくるぜ。手間かけちゃうし、それなら直接裏に行って見てくるよ。でもそういうのには詳しくないし。シロネ、あなた一人。ハサミの模様とか種類とかいろいろあるし、一緒に来てよ。ニエガが一番ね。すぐ終わるから。シロネンのやつ、ラゾーリを引っ張ってハサミを見に行っちゃったぞ。世話しないやつ。うん、ちゃんといい子で待ってるよ。ねえ、バイモン姉ちゃん。もちろん手食いだぞ。あいつは家族を救うために古いバージョンだと。結局家族と一緒に暮らせないけど、最後までめげなかったあいつはすっごくか。ニエガはどうだ？誰が一番好きなんだ？私は。ああ、コアトリクエに体を奪われても、あの強さがなかったらきっと二人とも最終決戦で。こ、本は読むからには物語に入りきらないとつまらないだろ。ひひひ、ニエガ今ちょうど。お姉ちゃん、私ち。そいつって悪役だろ。チボはリマークを食べた上にそのす。ああ、そうだったな。ニエガが読んだのはハッピーエンドの方だったぜ。まあ、どっちの話をやるにしても違うのは最後。私が一番好きなのは。ニエガ、こっちに来てくれる。まあすごいよ、お母さん。ほら、拭いてあげるからじっとしてて。さ、お水も飲みなさい。プレゼント選びはバッチシだよ。アポパロンが包んでおばちゃんの家まで届けてくれるって。二人は。いいところだったのに。そうだったのか。そう言われると確かに。ま、この件は一旦忘れてくれる。今はうち。おばちゃん、次で最後にしよっか。今日は暑いし、ニエガを長時間外に。そうね、最後に長園のところに行って帰りましょう。長園、燃焼名国を直したわよ。特別に補強もしてあるから。もう助かったよ。あの火山小石はどうだった。ええ、十分よ。あり、礼なんていいって。ニエガちゃんが元気になってくれたら。ありがとう。ちょ、まったく、親子揃って律儀な子。あれほどの燃焼名国を作るには相当功績が。長園さんがラゾーリおばちゃんの共犯者。シロネン、うちらもあんたと同じ。はあ、ヒヤッとしたよ。チクられるのかと思った。ただ正直なところ、もう隠しきれそうにないんだよね。しょっちゅう遠出してるし、前にパカルにも聞かれたんだ。その時は新しいアクセサリーを考えて。遠出するときは新しい鉱脈を見つけたから。おっと、ごめん長々と。さ、入って。ええ、少しだけ休ませてもらうわ。あの、長園お姉ちゃん、あそこのアクセサリーを見ててもいい？イミッシュのところにあるやつ。いいよ。でも、オイラもな、ニエガと一緒に見に行こうぜ。なたの。本当か。
おばちゃんもしばらくアクセサリーなんて買ってないっしょ。見てみたら。ニエガ、カチカチ。オイラたち、アクセサリー。お姉ちゃん、私。ニエガ、おいで。ごめんね、超縁、シロネン。もう遅いし、ニエガの誕生日まであと少しでしょ。だからやること、ああ、気にしないで。一番綺麗な。お母さん、私。また熱が上がってきたわね。さ、おんぶしてあげる。まったく、遊んでるといつも体のことを忘れちゃうんだから。帰ったらお説教。私は言い訳を教えた覚えはないわよ、ニエガ。ごめんなさい、お母さん。ニエガがこっちを見てるぞ。なんかおかしくない？今日は楽しすぎてついはしゃぎすぎちゃっただけでしょ。しょうがないって。おんぶはうちがするよ。おばちゃんだって体の調子が良くないんだし。無理。大丈夫よ、これくらいなら。さ、ニエガ、お家に帰るわよ。今日は私たち親子に長いこと付き合ってくれてありがとう。シロ、ニエガの誕生日会にはぜひ来てちょうだいね。ええ、ニエガももう寝る時間だし、今日は。そうだね、おばちゃん。うちが買った勇敢な手杭をニエガにあげ。はいはい。あなたの頑張り、シロネンお姉ちゃんがくれた本には特別な意味が込められているから、ニエガも大切に保管。うん、保管するだけ？読まない。この童話は何回も読み聞かせてきたもの、ニエガったら。せだったら大丈夫だよ、おばちゃん。だってうちが用意した。え、他とは違う本なの？まあそんな大差ないけど、ただ物語の結末が、うちが渡した勇敢な手杭は改訂される前の古いやつなんだ。出版されたのはニエガが病気になるより。シロネ、いつからそんなに童話に興味を持つようになったの？別に、うちはただ疑問に思っただけ。もしおばちゃんの言うニエガの症状、つまり古いバージョンの勇敢な手杭の結末もニエガが忘れてしまう。言い換えれば、もしニエガが古いバージョンを病気になってから読んでなければ。ちょっとわからないのだけれど、たかだか物語の結末にどうしてそう引っかかっているの？この私の知らないところでニエガがこっそり抜け出してどこかで古いバージョンを読んだか。だね、その可能性は否定しないよ。病気になった後のことはニエガも覚えてら。じゃあ聞きに行こっか、集落のみんなに。ニエガが自分のところ。うちらの部族で本を売ってる店なんて指で数えるほどしかないでしょ。それか集落の人は名国を持っているし、もしかしたらそれに関する記憶も。つうことは、燃焼名国がここ最近のみんなの記憶に影響を与えたってことだ。おばちゃん、前にも言ったっしょ、そういうことをしたら犯罪。家に他にも本があるのよ、きっと。その血を焼き尽くしたくはない。しかし君の心を見た。え、答えて、ニエガ。ニエガ、部屋に戻りなさい。いい子にするって言ったでしょ。ニエガ、手紙を出したのはあんたで、うちに本をねだったのもあんた。自分のために声を上げられるのだって。さあ、話したいことがあるなら聞くよ。この名を刻みつけてくれ、兄さん。僕を覚え。黙りなさい。今のって古い方の最後で。知ってる、私全部知ってるの。白根お姉ちゃん、助けて、お願い。下がって。シロネ、待てて。地下の道も塞がれちゃってる。罠があるかも。うわ、ニエガの部屋の壁に。おばちゃんが予備で作った名国っぽいね。全部ここにあるみたい。
孔明を完成させるために彼女が行く場所はあそこし行くよ。ここは謎織りおばちゃんの工房だよ。内理師を辞めた後ここを閉鎖したの。どうやら部族のみんなが騙されてたみたいだね。なんでここに他の人がいるんだ。悪事を働くなら悪い人を一つ協力してもらうのが定番でしょ。まとめてぶっ潰す。手加減はなし。開始ケイルス、カンパ到来。お前の目覚まされちまうぞ。カンパ到来という間に。俺、お前の勇気を見せてみろ。あれ、あれ、天道、ここにある。特ダネよ。ネイルス。と、いや、カンパ到来。まだ見せきれてないのに。行くよ。
道は剣女万丈終わらせてあげる。大丈夫、準備完了。回せセスコフェルス当たり、カンパ到来。回せ、どよめく神族、火炎を刻め。まだ見せきれてないのに。天理チョーク、ここより弱滅の時。お前は立派な相手だ。やっはっもうと、こっちのドアも閉まってるぞ。どこに行けばいいんだ。運送装置はまだ動いてるみたい。制御装置を探して運送車を動かそう。それに乗れば先に進めるはず。よし、先に進むよ。すぐ追いつかれるなんて。上を見ろ、ニエガがいるぞ。あいつ何するつもりだ。私は嘘なんかついていないわ。最初から最後まで、今はまだ私の子じゃないけど、全てが終わったらこの子は本物のニエ。今はって一体どういうことだ。もう理解したようね。そう、私がやろうとしているのは記憶を利用して、あの子は八神の国に長く居すぎた。暗いのも寒い。ニエガを一人にしたのは私よ。だから怖がらないで、ニエガ。お母さんは何も忘れてなんかいない。おそらくあんたがかん、じゃあ上で横に。同じ集落の子よ。この子の両親は以前のアビスの侵攻で命を落としたの。でも偶然この子を引き取ってずっと面倒を見てきた。そ、初めてお母さんと呼んでくれた時すごく嬉しかったわ。けど急に怖くなったの。この子は本当に私の子。私の子の名前はニエガ。どうして嬉しいと思ったのかしら。私のニエガはまだお母さんを待っているのに。言ったはずよ、ニエガを連れ戻すためなら今こそ全てを捧げる時なの。
私が持っているこの役立たずの小名にもそろそろ役に立ってもらわないと。力を貸してくれないのならニエガの小名のために燃料となり。シロネン、まだ動かないのは周りの冥国図を観察しているからね。無駄よ。燃焼冥国は全て配置し、あなたがアイデアをくれたおかげよ。この中枢冥国、ニエガが帰ってきたら誕生日会に招待してあげるわ。おい、まさか強行突破するつもりか。この冥国図には穴がある。もうすぐボロが出るから、うちの合図に合わ。ニエガ大丈夫、心配しないで。三、ずっとそばにいるわ、決してあなたを。二、さあニエガ早く目を覚まして。一、大丈夫よ、安心して。もうすぐお母さんに会えるからね。ニエガ、近づいちゃダメ。この記憶は歪んでる。この霧は歪んだ記憶の叫びだよ。触れたら支配されて二度と自分を取り戻せなくなる。どこにいるの。薬なんて飲みたくない。痛い、痛いよ。どうして私しかいないの。ニエがどうして。薬なんかいらない、ずっと一緒にいて。もう見捨てないで。ラゾーリ、あんたはその手でニエガという名を全てを束縛する檻にした。そろそろその子の声を聞いてあげな。泥まみれの水石、こだまするテペトル、集い散り燃え尽き、よみがえり死ぬ。神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。お母さんが一緒にいるから、ニエがずっとずっと。お母さん、私ずっとそばにいたよ。やっと耳を傾けてくれた。古き枝に息吹く新芽、生い死花を守る若葉、巡りし晩鐘、共に大地へ帰らん。知り合って随分経つのに、会うのは初めてだね。あなたがニエガなの。うん。あなたの名前は。私はニペカ。素敵な名前だね。ニペカ、私は昨日のあなたに祝福を捧げる。これからの明日が何の憂いもなく幸福であらんことを。ニエガがいたわ。私と会話もしたのに、どこへ行ったの。ねえ、ニエガ、ニエガどこにいるの。聞こえたら返事してちょうだい。お願い。お、シロネ、あなたも見たでしょ、私のニエガを。この手で触れて抱きしめることもできた。方法は間違ってなかったのよ。あの灰色の影も何か些細な誤差に過ぎないはず。もう一度やれば。そう、もう一度やれば、ニエガはきっと。おばちゃん、まだ気づいてないの。気づく？何に？何も間違ってなんかいないわ。何も。あの子は私のことを怒っていて、
無視しているだけよ。あの子は昔からわがままだったから。ええ、おばちゃんいい加減にして。燃焼冥国で呼び出したのは本物のニエガじゃなかった。おばちゃんはみんなからニエガに関する思い出をたくさん集めたけど、集めた記憶の中には本物の思い出以外にも気づかなかった。みんなが重病のニエガのお見舞いに、死に瀕した子供の手を握りながら、ニエガの弱々しい呼吸、絶望に満ちた目、そして悲しみと痛み以外に何を感じると思う？私はそういった感情まで。その感情は全てあんたの手によって燃焼冥国。さっき灰色の人影がいくつか現れたでしょ。あれは過去を映した姿。逆に本物のニエガが伝えようとした言葉は、どれも歪んだ悲しみによって上書きされてしまった。そんなつもりなかったの。私はただニエガはずっとおばちゃんに役に立たないって言われた。コメはずっともあらゆる手を尽くし、何もかもを投げ出してまで娘を救う。自分のコメの意味を忘れたわけじゃない。私のコメは、そのコメはあんたとニエガの間にある揺るぎない家族。名前とは過去から未来への祝福。これおばニエガに名前をつけて最初の祝福。けど今その人は自分の手でニエガの名を檻に変え、罪のない子供を。ニエガは私の全てよ。あの子がいない未来な祝福は。ニエガがいなくなってからは一度も感じられなくなったけどね。何も見えない。ニエガを抱きしめられない。毎日毎日自分のことを憎み、コメのことを憎んだわ。ニエガも自分のことを憎んでるって思う。おばちゃんに、それは祝福を感じられないのは本物の過去を忘れたからだよ。おばちゃんはただ過去をなくした名前はネノ。これでおしまい。おい、ゆっくりで大丈夫だぞ。なんなら横になった方。シロネ、ニエガ、ニペカはもう立てるみたいだ。すぐそっちに行くから待っててくれ。ありがとう。バイ、私なら平気だよ。ニエガお姉ちゃんが助け。よかった。もし本当にニエガになっちゃったら、ここでおしゃべりするのもあれだし。ラゾーリはどうする？安心して、おばちゃんはもう。これでよしっと。おばちゃんは鍵をかけた部屋の、今はここを離れて日向ぼっこでもしよっか。あんだけ大暴れしたし、もうヘトヘト。一気に全部終わらせちゃうなんて。にしても今思い返すと、そうだな、カウントダウンするシロネ、すっごくかっこよかったぞ。ニペカがめげなかったおかげだよ。この子が勇敢に何度も助けを求めてくれてなかったら、そう簡単におばちゃんの計画には。ううん、シロネお姉ちゃんとタイモンお姉ちゃん、そして旅人のお姉ちゃんが勇気づけてくれたおかげだよ。これまでにも何度か試したの。でも家によく来てくれたおじさん、それに何を話しても病気のせいだって。あの人が涙を流せばみんな慰めるばかりで、私が送る手紙も受け取ったプレゼントも全部ラゾーリさんに確認されて、ね、それを飲むと何日も眠っちゃうし、記憶力もすごく悪くなっちゃうの。寝ている間は毎日が怖かった。オイラたちがそばにいるから安心しろ、ニペカ。うん、お前は十分勇敢だったぞ。しかも助けを。シロネは涙でごまかされるようなやつじゃないからな。こいつは人の話をしっかり聞くし、どんな些細な点も見抜く。そんな些細な点を聞けたのも、二人がいなかったらニペカも助けを求め。
もしうちが声をかけに行ってたら、きっとラゾーリおばちゃんは警戒して。じゃあオイラたちってば、結構重要な役目を果たしたってことか。別人って気づかれるのが怖くなかったのかな。その可能性はあるね。ラゾーリおばちゃんが作った燃焼名国は、みんなからニエガの過去を集めるだけじゃなく、落書きで例えるなら、まんべんなく絵の描く、もしかしたら、うちもおばちゃんのターゲットの一人だったのかも。だから中枢名国は、それを知った上で受け取ったのかい。ま、リスクを犯さなきゃ真実だって手に入らないっしょ。それに、この手で中枢名国。つまり、お前は最初からあい、全然。だって親戚のおばちゃんだよ。せいぜい、その可能性と対策を頭の片隅に置いてたくらい。でも、苦しんでた子供を助けられたし。さーて、祝勝会の健闘を称え合うコーナーは終了。全部片付いたし、ニペカはもう安全な。白根お姉ちゃん、私、もちろん好きなことはやっていいんだぜ。でも私が知ってることはどれも家がお姉ちゃんと同じだから、好きな料理や花、喋り、家がお姉ちゃんじゃないのに、お姉ちゃんじゃないといけなかった。わからないよ、白根お姉ちゃん。安心して、ニペカ。燃焼名国はもう機能してない。けど、自分の名前以外、何も覚えてないの。白根お姉ちゃん。怖いよ。どうしたらいいの？泣かないで、ニペカ。ほら、これをあげる。ラゾーリおばちゃんが他。燃焼名国じゃないか、シロネ。いいよ、別物だよ、これは。ただの綺麗な石ころ。これはあんたが最初にもらった祝福。あんたを愛、これがニペカを守って、ずっとそ。でも、お父さんとお母さんの名前すら。何もかも元通りになる、だなんて。大口は叩くけど、一つ言えることは、この先どんなことが、ニペカ。あんたはこれからゆっくり成長。ニペカって名前はあんたの原点であり、自分の名前。そして。その息だぜ、ニペカ。ありがとう、白根を。まあ、どうしてもやりたいことが思いつかなくても大丈夫。同じ集落の人間なんだし。そん時は、結果が出るまでうちの工房にいていいよ。茶碗が一つ増えたところでなんてことないからね。まあ、うまくいくかわからないし、誰に聞けば、そういう運任せの方法を当てにするなら、まあ、そう深く考えないでやってこ。じゃ、うちはラゾーリおばちゃんを集落に連れてくね。ニペカも一緒に来て。あ、そういえば晩飯がまだだったよ。え？私？オッケー。じゃあ行こっか。やることが山ほど残ってるし、しばらく休めそうにないね、こりゃ。ああ、そうそう。一つ言い忘れてた。誕生日おめでとう、ニペカ。来てくれたんだ。ちょうど全部片付いて、今から休もうとしてたとこ。まだ検討中だってさ。コメイの技術を使った犯罪なんて参考にでき。ただラゾーリおばちゃんの工房は完全に閉鎖されて、もう完成してる燃焼名国についてはうちが対応する。とにかくおばちゃんのコメイに問題が生じ。ああ、コメイといえばいいニュースもあんだ。燃焼名国に取り込まれた記憶は元に戻って、すべての燃焼名国の機能が停止したら、記憶は元の道をたどって、そういうこと。でも今になって思うとさ、おばちゃんはニエガを取り戻そうと、けど本当にいなくなった今、こうして思い出せるようになるなんて。今はうちの工房で休んでるよ。部族の人にも相談して、出自を調べて、その結果が出るまで時間がかかるだろうし。ま、どれも今後の話だけどね。
今はゆっくり眠らせてあげないと。睡眠を十分にとることこそ。サバキのイカズチ走行開始。セールス、カンパ到来。セールス、カンパ到来。セールス、カンパ到来。見切りました。カニサトリア、スイユートセヨフッセ。
帰る場所がない。見切りました。紅に染まって散りなさい。総流水泳せっ、うん、せっ、実に面白い。ただ混んだら逃げ道はありません。三尺の修正してみるわ。よっよっはい剣へよ。
まあまあね。私ならもっといいものを作れるわ。まあまあね。私ならもっといいものを作れるわ。
見切りました。安らかに。私が定義する。やっ。裁きの雷。剣影よ。よっ。しょうがねえ。相手してやる。三尺の修正。
逃げ道はありません。よっ、ヒヌのような弱さね。総流水泳よっ。裁きの雷。見切りました。はっ。神悟り水友じゃ、ファッションは私が定義する。守って、フェルス。逃げ道はありません。剣を用よっ。はっ。見切りました。ここより弱滅の時。逃げ道はありません。はっ。よっ。
総流水泳三尺の修正裁きの雷槌お別れの時間寒波到来フェールス回ってフェールス回ってキルのような弱さねはっケイ剣影逃げ道はありません無我の境地参考にしてみるわ。